三重県第1区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。廃止島で定数は5。三重県の北半分を選挙区とした。現在の小選挙区では、2区、3区の全域と1区内の、辻全域と現在の松阪市域のうち9、嬉野町と9三雲町が該当する。 自治体の名称は、第40回衆議院議員総選挙時点のものである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数93万8628人、投票率74.65%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数 83万3292人、投票率80.07%第38回衆議院議員。総選挙7月6日、執行当日有権者数83万2438人、投票率77.89%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日、有権者数80万9468人。 投票率 74.、74.06%第36回衆議院議員。総選挙6月22日執行当日有権者数、76万7890人。投票率 79.、79.94%第35回衆議院議員。総選挙10月7日。執行当日有権者数、76万223人。投票率。 76.27%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、73万7987人、投票率 78.、78.98%第33回衆議院議員、総選挙12月10日執行当日有権者数、70万22人、投票率、 77.58%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数、66万5014人投票率 73.、73.96%第31回衆議院議員総選挙1月29日執行、当日有権者数、60万9907人投票率、 79.66%第30回衆議院議員、総選挙11月21日執行当日、有権者数、58万3776人、投票率 80.、80.41%第29回衆議院議員、総選挙11月20日執行当日有権者数、54万8613人、投票率、 80.64%第28回衆議院議員総選挙5月22日執行当日有権者数。人投票率第27回衆議院議員総選挙2月27日執行。当日有権者数。人投票率第26回衆議院議員総選挙4月19日執行。当日有権者数。人投票率第25回衆議院議員総選挙10月1日執行。 当日有権者数、人投票率、第24回衆議院議員総選挙1月23日執行、当日有権者数、人投票率、第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数、人投票率。ありがとうございます。